こんにちは、川添です。今日の動画はささみの霜降りを食べます。それでは早速いただきます。乾杯。最高です。でも晩酌にこのささみの霜降りは最高ですね。いや、つまみによう合いますわ。最近一段と暑くなってきたので、こういったね、さっぱりしたささみの霜降り、いや、最高に美味しいです。やっぱり今回このささみの霜降りで作るのが一番めんどくさいのが筋取りなんですね。こんだけの量の筋を取ったらもうかなり疲れましたね。
はい、というわけで完食です。ごちそうさまでした。いやもう最高の晩酌動画になりましたね。やはりささみの霜降りはサラダ感覚でさっぱりしててね、おつまみには最高の一品だと思います。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。以上、カザルでした。それでは皆様、次の動画までごきげんよう。